で来てください。お写真撮れましたか？撮れてないよというお客様いらっしゃいますか？はーい、 ありがとうございます。マリマルド明日も営業しております。もちろん冗談です。ただちょっと時間の都合上あと2箇所こちら側とこちら側行きたいと思いますので、カメラそのままでよろしくお願いします。さあ、それでは最初はこちら側から行きましょうかね。行けます？大丈夫ですか？はい、それではちょっと行ってきてください。ミルクがちょっとイカを食べている間にもう一度だけお話をしていきたいと思います。日本の水族館で飼育されているラッコ、現在全部合わせて3頭だけです。はい、その中で男の子、こちらのリロ君だけとなっております。鳥羽水族館にですね、あと2頭、女の子のラッコがおりますね。メイちゃんとキラちゃんという人気者のラッコたちです。よし、はい、そしてですね、お客様にたまにですね、繁殖はできないですかと言われることがあります。もうですね、ラッコも絶滅危惧種ですので、繁殖できないんですかって聞かれるんですけど、先ほど言った通り、これは皆さん分かりますね。はい、イカです。マリンワールドでは松イカという種類のイカをあげています。あ、欲しいですか？欲しいですね。頑張って取って、せーの、よいしょ。はい、今リロ君前足を使って持っていきました。海にいる哺乳類、他にはイルカ、アシカ、アザラシなどいますが、この他の哺乳類たちは口で魚を捕まえてそのまま丸飲みで食べます。ですがラッコたちはこのように前足を使って、そして噛み砕いて食べているんです。これは海にいる哺乳類の中ではとても珍しい食べ方なんです。続いての餌はこちら。これは食べたことある方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。二枚貝の仲間、ホタテです。はい、やっぱりラッコといえば貝ですからね。このようにホタテもあげています。ただ、今お見せしたようにこのように、ホタテ貝殻がない状態、中身だけの状態であげています。これはなんでかと言いますと、ラッコたちといえば、やっぱりラッコのイメージといえばお腹の上で貝殻を叩き割って食べるイメージのある方もたくさんいらっしゃると思います。野生のラッコ、自然の海のラッコはお気に入りの小石を持っていて、それで貝殻を叩き割っているそうです。脇の下に皮膚のたるみがあります。ここポケットと呼ばれていて、ぐっと押し込んで隠し持つことができます。はい、ですので野生のラッコはその石を持って割るんですが、ただこのプールにはそういったものがありません。ではどうするのかと言いますと、野生のラッコたちもそうするんですが、硬いところにぶつけて割ります。例えばこのプールだとこういう岩だったり、あとは皆さんの目の前、ガラス面ですね。ここで叩き割ってしまうといろいろと壊れてしまったり、あとはですね、ガラス面が傷ついてしまったり割れてしまったりということがありますので、貝殻を外した状態であげています。そして今紹介した2種類の餌、イカとホタテ、これをリロ君1日に6キロ食べます。はい、リロ君の体重現在32キロくらいですので、自分の重さの5分の1くらいの量を1日に食べる計算になります。これはラッコたち冷たい海で生活をしているんですが、体温を守るための皮下脂肪が少ないと言われています。ですので餌をたくさん食べることによって体の中の熱を保っているということなんです。また体温を守る秘密がもう一つあります。それが全身に密集。